おはようございます。10月28日、朝6時になりまして、開票速報、すべての議席が確定しました。与党が215議席、野党が235席議席ですね。過半数は割れたということになります。まあこれは今回野党が何かね、鋭い質問をやってのけたとか実績を作ったということは全くなくって、与党が勝手に転んだだけです。まあその中でも野党の中でね、赤旗の取材力はさすがなと思いました。自民党が隠そうとしていたこと、隠してきたことが常に赤旗によって暴露されているっていう流れですよね。しかしですね、これはですね、ちょっと私なりのうがった見方があるんですけども、与党の中に野党寄りの与党がいるっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。つまりは現政権を転覆させるために内部情報をリークしている何者かがいて、それが赤旗に自然な形でスクープされるようにかましてるんじゃないかなと思うんですよね。その名は財務省なのかなって気はするんですけどね。はい、まあその辺にしときましょうか。自民党公示前が247から50議席減らして、だいたい191になってきたかなというところですね。で、公明党は32議席しかなかったものが24に減ったということになります。で、その代わり立憲民主党が98から148に50も増えてるというね。立憲民主党、さすが野田だみたいな感じで、野田新総代表がね、誇る顔が目に浮かぶんですけども、これ代表が変わったからでも何でもないですからね。自民党と大して変わらない立憲民主党に移ったってだけですから、だから自民党も立憲民主党も同じですよ。で、維新が43から38、思ったよりも削られなかったなってことですよね。まあ維新の会、骨拾ったなって感じですよね。で、共産党、赤旗の功績虚しく2議席減らしてます。これからも鋭い追及をしてもらいたいと思います。まあ案外共産党って100年やってる割に大した議席数持ってないですね。はい、次、国民民主党、7議席からなんと28まで躍進、すごいですね。今回国民民主党、ものすごく大きく跳ね上がった国民目線のいろんな質問がね、受けたんじゃないかなと思います。まあとはいっても国民民主党で玉木代表以外あんまり知られてないっていうのがね、痛いところですよね。それから令和新選組、ここはね、国会議員一人一人が結構有名っていうかね、やっぱ尖ってるんですよね。で、公示前3議席だったものが今回9議席まで増えましたね。これはすごいですね。全政党の中で一番やったんじゃないですか。で、社民党ってまだあったの？まあここはいいです。で、参政党ね、1議席から3議席まで。安藤博さんどうしたんですかね、当選したんですかね。自民党から参政党へですよ。まあいろいろあったと思いますけども、自民党の小汚い仕打ちにあって、今自分の政治活動をのびのびとしている。で、自民党の悪行っぷりもよくご存知ですからね。それから安藤博さんは YouTube の運営が得意ですから、参政党とものすごく気が合うんじゃないかなと思います。そして最後、民って書いてますよね。これ国政政党としての要件を失うでしょうね。公示前ゼロ、今回ゼロ、誰もいない民ね。しかも乗っ取った国政政党の権利ですから、くだらないことこの上ないです。あとはもういっか。はい、こんなところでございました。皆さん、応援していたあの人は通ったでしょうか。応援していた河野太郎さん通ったでしょうか。喜んでますか、喜んでますか。岸田文雄さん当選、喜んでますか。なんでしょうね、一体ね。はい、じゃあ裏金